次だけあげよう。最近インスタライブしてなかったのでめっちゃボサボサやけどしました。こんばんは近いな。髪色変わった2日前ぐらいにから来ました。皆さん今何してるんですか？お風呂が追い炊きしてるから追い炊きの音が鳴るまでします。多分10分ぐらいかな。で、これテレサメイクしてる。してるよ。手振ってくださいご飯は作ってもう食べ終わりました。アベマの CM 可愛かった。ありがとうございます。見てくれましたか？部屋着パジャマ、そうめっちゃいい。テレサ、え、これテレサやんの？マリオのテレサ、マリオのキャラクターのテレサ。テレサの服どこの？ジェラートピケです。お風呂ずっと沸くなテレサどこで買いました？私はジェラートピケのオンラインで買いました。何飲んでますか？お水。仕事は楽しいですか？楽しいよ。関西弁可愛いです。ありがとう。最近何聞いてますか？最近はあのストーリーでも載せた通りのかな曲を聞いてます。昨日あげた投稿した写真お気に入り。ツナくんが視聴始めましたって出てきた。やっほー。後ろの後ろ、あ、これこれはなんかこうやってしたらなんかロールカーテンみたいな出てくる。部屋を仕切るやつ。あおーたーん、おつおつー、お疲れライスおつ。お弁当のおかずといったら何？卵焼きかな。スキンケア、あ、そう、そういえば肌荒れ治った。部屋着可愛すぎて草。ありがとう見てこれ可愛くない？テレサほんまにご飯食べ終わってもうお風呂入るよってやったからほんまにボサボサで始めた。部屋綺麗そう。あ、まあ、まだ片付いてる方だと思いますそう、ジェラピケでマリオとコラボしてて可愛かったから買いました。今日はタラスパ食べたを。ただコスパゲティ、いいな。おいにも作って。元気ですか？めっちゃ元気。いつも TikTok 見てます。ありがとう。
最近キュンとしたことありますか？ないんやけど、みんなあるの？聞かせてよ。なんか質問コーナーしたら、なんかなんだろう、やっぱりみんな恋バナが好きなのかな。めっちゃ恋バナの質問が来るよね。質問というか悩み相談とかいっぱい来るから、やっぱり悩むのはみんな恋愛なんだなと思って。料理大好きだから葵さんのためにたくさん作る。葵ちゃんと付き合って夢見た。幸せや、幸せや。そう、テレサのジェラピケ可愛いよね、めっちゃ。最近好きな人できました、告白するべきかな。話してみて仲良くなって、もう好きやなって思ったら勇気出していった方がいいのかな。トレーニングしたりしますか？ランニングシューズは買ったけど行ってないから行かないと行かない。染めるんですけど、葵ちゃんと同じ色にするにはなんてお願いしたらいい？私は家、あ、家じゃない、なんて、光が当たった時にカシスっぽい紫になる色にしたいですって言って、色を濃くすごく入れたら染め始めはすごい暗いから、それが嫌やから、暗すぎず明るすぎないちょうどいい感じのピンクにしたいですって言ってます。浮気されたことある？分からないと思うけど、勘は鋭い方だと思います。女の子の勘は大体当たるって言うからね。思わせぶりってどう思う？最悪やと思う。美容室でなんて言って切ってもらえますか？切りっぱなしのボブが好きですって言ってるけど、量が多いからたまにすいてもらってます。好きすぎて広がらない程度に。ブリッジはしてないです。恋狼メンバー大好きです、ありがとう。今日はネックレスつけてない。お風呂は何分ぐらい入ってるの？長くて1時間、早くて30分かかない、あるないぐらいかな。そう、ネイルは左右違います。ちょっともう伸びてきてるけど、こっちが水色、こっちがなんかちょっといろんな色混ざってるやつです。明日は友達の結婚式、ヘアアレンジどうしようかな。いいな、結婚式行ったことないよね。おいちゃんは夏と冬どっちが好き？寒いの苦手やから、けど夏も暑いもんな、最近マスクやし。服は断然冬が好き。ネイル左右違うの初めてだったけど、意外としてみたら大丈夫やった。ジラピケのパジャマってあったかい？あったかいし着心地が良いです。誕生日いつ？11月26日です。2週間後卒業式です。ちょっとだ。最高の学生生活楽しんでね。何歳までに結婚したいですか？どうなんだろう、そのタイミングと、そういう結婚したいなって思う人がその時いたらのかな。何歳までってないかも。結婚してくれる人がいてくれるだけで
幸せよね。何歳になるの？23歳です。ジラピケ買おうか迷ってたから背中押された気分。それならよかった。身長は159センチです。おいちゃん何フェチですか？匂い、香水とか、その人の匂いが合わなかったらちょっと苦手ってか、匂いが合う人の方がいいかも。ネイルをするか髪染めるか松葉するか1個しか選べないとき、葵ちゃんなら何しますか？髪染める。葵ちゃんの服おしゃれで好き。いつもどこで買ってるのが多いの？でも基本どこのブランドとか決めてなくて、前まではちょっと前までは LHP でよく買ってたかな。これされたら冷めるってことありますか？ちょっとでも怪しいなって思うこととか、ちょっと辻褄が合わへんことされたらもう怪しいってなるから、怪しいって思ったらもうそういうしあれでしか見えへんからってなったら、もう自然と冷めていくかもってなったら、もう距離を置いていくかも。葵ちゃんに会ってみたいな。葵も会ってみたい。そうイベントとかしたことないからね、いつかできたらいいな。推しが強いのってどう思いますか？でも別にアピールするのは別に悪いことじゃないから、相手に別に彼氏さん彼女さんがいなければ別にいいと思うけどね。しつこくすぎるのもあれやけど、返信遅い人と早い人どちらがいいですか？真ん中がいい。早すぎてもなって思うし、早すぎてもつか、そうやな、遅すぎても。親友と遊ぶ約束してるんだけど、本当に体調が優れないっていうことで何回も届けはされて辛いです。じゃあ完全に体調が、ね、治ってから遊ぼうねってとりあえず一旦終わらす。まあ思いならやけど、今日のメイク気になる。いつもと一緒。 YouTube に出してるやつと一緒。あおたん、カラーの持ちがいいですか？何かしてますか？全然何もしてない。カラーの持ちがいいじゃなくて、もう落ちかけた、色落ちかけた時にもうカラーいってるから、多分カラーしすぎなぐらいいってるから、多分色落ちてないって思ってるだけやと思う。前髪の見るの早すぎて困ってます。もう早く伸びてほしい。どこからが浮気ですか？その二人でやってることを嘘ついたらもう浮気じゃない？知らんけど。どうやろ、人によるかな。隠したら浮気だと思うかな。マリオに出てくるお化けですか？そう、マリオに出てくるお化けのテレサ。イベントするなら何する？面と向かって応援してくださる方と一人一人面と向かってお話ししてみたいかな。今着てる服はジェラートピケの洋服です。パジャマです。厳しいね。厳しいのか、どうなの。でも基本的に別にそんなに干渉したいとは思わない。知らんけど知らんけどって多分口癖やと思う、関西人の。今日は長い時間ありますか？いや、追い出きしてるから、それが終わったらもう終わります。
髪質羨ましいです。でもめっちゃ扱いにくいよ。よくどこに行きますか。どこに行く。渋谷、明治神宮前、表参道らへん。爪変えましたか。爪は多分ツイッターに載せたかな。左右違うやつ。ネイル別に普段は全然してなくて、カラーは月に多くて2回する。でも早あの頻度、その染める頻度が早すぎるからもうちょっと染めない、離さない、ね、開けないとあかん染める頻度。カンゴールリワードと青田のコラボ嬉しい、絶対買う、ありがとう。最近葵ちゃん料理頑張ってるね。そう、肌荒れに悩みすぎてから自炊をするようにしました。手振って。春夏秋冬いつ好きですか。秋冬。追い炊きって音鳴る。追い炊きのボタン押せてる。押せてると思う。どこの、これはジェラートピケです。葵ちゃんに会いたいから会えるまでに可愛くなる。可愛い、それが可愛い。ピースして。お風呂は湯船は40度、シャワーは42かな。インスタの投稿の葵ちゃんの笑顔100点満点すぎた。嬉しい嬉しい。お正月とクリスマス。クリスマス、でもクリスマスね、去年もう上京してきて一人やったし、ほんまにクリスマスって感じせんかった。別に青たん大好きだよ、ありがとう。いつも葵ちゃんの笑顔100点満点です。コメントが見れません。嘘。インスタなんか変なのかな。大阪から応援してます。ありがとうございます。一人暮らし寂しくない。慣れた、もう。葵ちゃんからのコメ編すごいモチベになる。嬉しいです。コメントいつもありがとうございます。ツナ君は今見てないと思う。アオタンで次でアーって押したら変換アオタンですぐ出てくる。いつも何時ぐらい寝てますか。1時2時ぐらいかな。そう、自炊頑張ってるんですよ最近は。いやでももう今年もう22、今22歳やからね、作れないとね。メンタル強いやんな。メンタルは強いかも。携帯は待ち受けにしてます。嬉しい、ありがとうございます。
ラーメンと焼肉どっちが好きですか？どっちも好き。どっちかと言ったら焼肉焼肉よりお寿司が好き。カレーは無口。そう、辛いのご飯、辛い料理とか好きだけど、カレーは甘口が好き。気は強い方ですか？え、どうなんやろ。別にイライラとかはしたりせえへんし、基本はせえへんけど、なんかどうやろ、気強いかな、気強いと思うかな。前髪の流れ、前髪はもう下に落ちてます。流れないかも。寒い冬の乗り切り方は、暖かいアウターを着る。 LINE の返信早いですか？早い方やと思う、多分。服の柄をよく見せてください。あおちゃん服届いてる？え、洋服？事務所に送ってくれたってこと？まだ着てないかもしれん。聞いてみるね。ジェラットピケのパジャマですか？そうです。お風呂は今は追い焚きしてるの、追い焚き待ちです。朝起きたら一番にすることは顔を洗う。追い焚きちょっと長いよね。なんで見えへん、ここから。え、お風呂長いよね、ちょっと。なんでやろ、誰かオフに押した。髪長い方が可愛いです。髪早く伸びないかな。髪下ろしてほしい。ちょっともう後ついててるよ。焼きってそんなかからんよね、多分10分ぐらいできると思うけど。あれ、なんでや。まあいいや、じゃあ9時20分までで終わりたいと思います。あと2分、もう多分23分もやってるからさ、あと2分で終わりたいと思います。煮えたぎってない。お団子してほしい。お団子するさ、長さがないから早く伸びてほしいなって。お開きボタン私が押しました。こらー、髪の長さは本当にまあ肩につかへんのよな、ギリ。あと1分で終わります。だから追い出来できてるかな。なんかもう出来できてる気がする。あと1分で終わります。いつも急にやったのに、こんなにたくさん見てくれてありがとうございます。またライブしてね。します。あ、20分のチャだ。じゃあ終わります。いつも投稿とかコメントたくさんありがとうございます。じゃあね、バイバーイ、おやすみなさーい。切ります。